はい皆さんこんにちは山内大二です今日は大阪の高校生の方からご質問をいただいてます大阪公立大学文学部に文化構想学科っていうのがあるんですけどこれ早稲田の文化構想と何が違うんですかそうなんですよ文化構想学部って早稲田大学にありますよねで大阪公立大も文学部に文化構想学科というのができましたこれは同じ勉強ができるんでしょうかちょっと違うのかなと この大阪公立大の文化構想学科はたったっの40人なんですね文学部自体が160人の定員でそのうちの1学科だからたった40人ということでちっちゃいんですが中で3つのコースに分かれてまして表現文化コースアジア文化コース文化資源コースと。で 先生方の教員のプロフィール見たんですけど表現文化コースっていうのは身体芸術表現比較文化ポピュラー音楽大衆文化文化理論ということでまあその音楽とか大衆文化とか演劇みたいな、まあ、大阪でイメージしやすいのは吉本とかですねあるいは文楽とかそういう勉強ができそうです。でアジア文化コースというのは中国の演劇 文文化化人類学日本文化それから朝鮮半島の文化ということで、まあ、ここは普通の文学部のいろんな言語や文化を学ぶ感じですね文化資源コースというのはフランス西洋演劇日本美術史観光学音楽療法となんだか何でもありな感じです。で早稲田大学の文化構想学部っていうのは人文系の学び全体をこう俯瞰するように学べるんですよ。 多元文化論、複合文化論、表彰メディア論、文芸、ジャーナリズム論、現代人間論、社会構築論ってなってまして、一体これ何なのかっていうと、えー、早稲田大学の場合、文学部と文化構想学部がありますよね。で、文学部は伝統的な文学なんですよ。つまり、哲学、文学、史学、歴史ですね。それから芸術、文化、メディア、そういったものをこう日本文学とか、 日本史みたいいに勉強していくののが従来の文学部ですそれを全体的に大衆の文化とか演劇みたいに何というか縦に対して横で切ってる感じなのが早稲田の文化構想でこの大阪公立大の文化構想学科も他の学科が縦割りの学問なんですよ文学とは何か歴史とは何かみたいに。でそれを こう大衆文化とか朝鮮半島の文化みたいに横でパッと切ってるのがこの大阪公立大の文化構想学科なので早稲田が大きい意味で縦と横で文学部と文化構想学部になってるのが文学部の中で縦割りの伝統的な学科とそれを横で切ってる文化構想学科に分かれてる感じですね。なので早稲田と,比べてどっちというよりはその大阪公立大で文学を学びたい人が目指す。 その時に伝統的な文学の枠組みではない横串に刺すような文化研究がやりたいという人にはおすすめの学科かなと思いましたぜひ参考にしてくださいありがとうございましたご視聴ありがとうございましたいいねとチャンネル登録をぜひお願いしますまたメガスタのラインにご登録いただいた方には大学受験に役立つ特別なプレゼントを申請します